Today's Eye です。日本の伝統的な音楽をアメリカに伝える音楽祭、ミュージックフロムジャパンニューヨーク公演が先週末開催されました。今年で38回目を迎えるミュージックフロムジャパン、初日となる23日は和のリズム、太鼓と笛と題して、和楽器のリズムをアメリカ人に知ってもらおうと9つの楽曲が演奏されました。これまで行われた公演では、宮廷を中心に発展した音楽の雅楽や古代の楽器箜篌などによる古来から続く日本の静かな音楽の文化を伝えてきましたが、今年は新しい試みにも挑戦しました。There's a lot of improvisation, in this piece as well. You'll even hear some, Brazilian samba. この曲は和太鼓にサンバの要素を取り入れたもの。その他にも和太鼓に合わせてフルートを演奏したり、和楽器をジャズ風にアレンジした楽曲など、和楽器と世界の音楽が融合したものも披露されました。新しい、我々ミュージックジャパンを打ち出したんじゃないかなと。彼ら自身が日系人であるということ、つまりそれアメリカで生まれて育ったという、アメリカにいても日本の伝統というものを長い間生き続いている伝統が彼らにもあるんじゃないかと。と今回は初めてケニー遠藤さんと渡辺薫さんという日系アメリカ人による和楽器の演奏も行われました。2人とも以前はドラムなど西洋の楽器を演奏してきましたが、自らのルーツである日本を意識し和楽器の道を選び、現在はプロの演奏者として活動しています。私はアメリカで生まれて、やっぱり日本語もあまり知らなかったし、あと自分のルーツとか文化もやっぱり知りたがって、もう耳なだけじゃなくてもう全身で感じられるものですから、もうぜひやりたいと思いました。ある意味アメリカ人としてもそういうアイデンティティもあります。まあ日本の音楽、西洋の音楽とかいろいろ混ぜて、取り混ぜてやってるところです。今は演奏終了後、大歓声が沸き起こりました。 This will be a memorable concert in the Music from Japan series, which is always interesting and sometimes challenging. It's just we're so thankful for the opportunity that we got to see them and just see their collaboration, and it really excites us. 明日27日には和のリズム、太鼓と笛の公演が首都ワシントンで行われます。この公演は無料で、まだ若干席に残りがあるとのことです。予約はこちらのウェブサイトでできるということです。